朝毛利家は、江戸時代の毛利家の一門が老家の一つ。かつては、四本末、毛利家とも呼ばれていた。毛利元成の伊豆毛利元秋、八を据え継ぐ元康を外し、関ヶ原の戦いの後長と朝に一万五百国を与えられたのが始まりである。萩城付近に現存する旧朝毛利家萩屋敷、長屋元康の後を、子、元信が継ぎ、 朝群松ますます村、古東群千木村を与えられ、末ますます村の軍に館を構えたことにより、朝毛利氏というようになった。巨漢は、朝毛利氏官とも呼ばれた。また、萩城、二の丸南門の近くには、往年には、約1万5500平方メートルに及ぶ敷地を持つ、萩屋敷を構えていた。現在では、長屋の一部だけが現存しており、 旧朝毛利家萩屋敷長屋の名称で、国の重要文化財に指定されている。なお、萩屋敷が面した通りに四本の松があったことが四本松、もう都市への由来となっている。今日は二年には旧大藩主、坊明昭が、教皇朝日館を創立している。母大寺は、ほら現氏にあり、母所と母碑は、山陽王の出しの指定文化財となっているまでの、五輪塔などが残る。 毛利元明、末次元康、毛利元信、毛利元勝、毛利成久、毛利元連、毛利四重、永毛利四重、専毛利、坊明、毛利、元見、毛利、江之助、毛利四十一。ありがとうございます。